気をつけたでしょ、はい、あの私のダメな恋のようのところのところ、はい、恋のようのところで恋のようって言ってその口のままでもう一回を言えばいいかってダメだからね、恋のようになっちゃうから、恋のよう口がちゃんとおの口できるかで最後に恋のよう、そうすると前でバーン響きますね。で一番の最後のところも時のまにまにいいっていの口をするってことです。まにまにいいっていだけ口で言おうとするいはダメですよ、まあ、ちゃんと口の形ね、あいうえおっていうのは必ず母音で長い音の時に響かしてってくれる、長くしてくれる、強くしてくれてるのはみんな母音お母さんですから、そのお母さんは口の形ちゃんと作らないとちゃんとした仕事しないから気をつけます。あとは各フレーズの入り口、これはテンポが速いですから飛びつきやすいから気をつけてくださいね。それには必ずあの各フレーズに入る前は口元が緩んでなきゃダメだってことです、ね、急に口を動かして多少がれになっちゃうでしょ、急にこうたなんて動いちゃったらこうなんですよ、そうすると多少がれ好きのあざから一語一語になっちゃう、ね、だから緩んでてくれたら多少がれずっとするとこうね、流れに乗っていけるわけですね、口の動きがね、はい、それをちょっとやりますね、はい、要は口元を緩めろ、はい、そうだね、じゃあ行ってきます、はい、で口元緩めると勝手に息が入ってきますからね、息をするっていうこともしなくて済みます。歌い出せばその前に必ずさっとお腹に息が入ります。ついにいっちゃダメですよ、胸が動いちゃうからね。じゃあ行きますよ、半開き、黄昏坂の先っちょに半開き、薄く鋭い月が出る半開き、三日月前の二日月半開き、抜いた指輪の白い跡半開き、路地の奥には猫がいいですね、半開き、ここ特に半開き、私のダメな恋のよう、そうそうそう半開き、この街も悪くなかった、はい、いいですね半開き、いい人ばかりがなぜか多くて半開き、いくつかの恋もしてみたけれど、はい、いいでしょ、はみだき、気にかかるのはやっぱり特に気をつけて、骨開けといて、時の間に間に、はい、いいです、はい、2番もいっちゃおう、もう素敵な詩ですからね、楽しみながら歌わなきゃね、言葉を、気をつけてね、抱きしめられて抱きしめ、はい、バッチリ、炭の香りの口づけ、はみだき、嘘の苦さが混じった日、はい、はみだき、愛した分、特にこれ開けとかないと、悲しみの谷、あですよ、深かった開けたまんま、あれからも、はい、生きてきたわよ、はい、開けといてね、悲しい時ほどわざと笑って、はみだき、いくつかの街で暮らしたけれど気にかかるのはやっぱり、力まないでね、開けといてください、時の間に間に、はい、恋もしてみたけれど、いいですね、はい、気にかかるのはやっぱりあなた、はい、口です、それそれそれ、 OK、 それですよ、ね、そうするとこの歌は早いですから、入り口に構えたりして入ってしまったらえらいことになります。それから息吸わなきゃ吸わなきゃ苦しくなるなんて思っているとなんて吸っちゃったらもうこれは胸の呼吸ですからあっという間になくなります。
だから上手に入るってことになった時はいつでも口元さえ緩んでいたら歌い出そうとした瞬間って息が入ってきます、はい、お腹が膨れます、こういうふうにね、そういうふうに歌って、今ならできましたよ、はい、ただそれを一人でやった時にできるかどうかが問題だってことですね、はい。